しますよ。2018流行語大賞エントリーナンバー4番、ちょっと曲がるよ。書いとかないと。大丈夫、暑くない。あ、そうか。ごめん、ちょっと後ろ。すんません。ちょっと曲がるよ。ちょっとじゃねえこれ。ちょっとのちょっとの G じゃないよ今。絶対わざとだよ今。わざとじゃないから。しかもあの僕にあの重たいものをリーダーにさせようとして置こうとした瞬間にあって。わざと。あ、そうか。ごめん、ちょっと後ろ。すんません。ちょっと曲がるよ。ちょっとじゃねえこれ。ごめん、ちょっと後ろ。すんません。ちょっと曲がるよ。ちょっとじゃねえこれ。ちょっとの後ろ。すんません。ちょっと曲がるよ。ちょっとじゃねえこれ。ちょっとのちょっとの G じゃないよ今。絶対わざとだよ今。わざとじゃないから。しかもあの僕にあの重たいものをリーダーにさせようとして置こうとした瞬間にあって。違うから、本当に違うから。すごいよ。さすが、さすがだね。ちょっとこれ置いといて。なかなかね。さすがだね。あ、そうか。ごめん、ちょっと後ろ。すんません。ちょっと曲がるよ。ちょっとじゃねえこれ。ちょっとのちょっとの G じゃないよ今。絶対わざとだよ今。わざとじゃないから。しかもあの僕にあの重たいものをリーダーにさせようとして置こうとした瞬間にあって。違うから、本当に違うから。すごいよ、さすが、さすがだね。はい、身内ネタかもしれませんがね。これ結構ね、自分のセリフじゃないってことがまずポイント高いですね。今までの流行語大賞であんまりないパターンですね。リアドツに来てくれた人のセリフっていうのがまたね、ポイント高い上にね、このヤン君という後ろに乗ってた人のね、間のいい返し、もうこれ全てをひっくるめてのランクインということで、このね、タイミングね、この実はね、ピョンさん一応後ろのね、あの席の人は大丈夫？暑くない？ってなんか心配してんすよ。最初は暑くないって心配した上に、確認した上で、この重い荷物を後ろに褒めといて落とす感じですね。後ろ大丈夫？暑くない？じゃあちょっとこれお前持ってて。じゃあちょっと曲がるよみたいな。この流れね。この流れがいい。上げといて落とすパターンですね。じゃあ最後にもう一度だけ見ます。書いとかないと。後ろ大丈夫、暑くない。あ、そうか。ごめん、ちょっと後ろ。すんません。
ちょっと曲がるよ。ちょっとじゃねえこれ。ちょっとのちょっとの G じゃないよ今。絶対わざとだよ今。わざとじゃないから。しかもあの僕にあの重たいものをリーダーさせようとして置こうとした瞬間にあって。違うから本当に違うから。すごいな。さすが、さすがだね。ところ置いといて。はい、ということでね、エントリーナンバー4番、ちょっと曲がるよを含めたこの回でしたね。ありがとうございます。